皆さんこんにちは。今回は介護食の手荒れ対策方法をご紹介していきます。冬になり、今年は特にコロナの影響でいつも以上に手洗いをしていたこともあり、手荒れに悩んでいる人も少なくないのではないでしょうか。今回は手荒れの原因や対処法、予防方法を紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。ケア協では毎日介護食の方向けに情報配信をしていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。また個別のお質問ありましたら概要欄の LINE からお願いいたします。コメント欄に感想もお願いいたします。まずはどうして手荒れが起こってしまうのか見ていきましょう。そもそも手荒れとは、手の角質の柔軟性がなくなって乾燥したりひび割れが起こってしまう症状のものです。原因としては大きく2つに分けることができます。1つ目は年齢や性別、アトピー素因、アレルギーなどの内因性のもの。もう1つは洗浄、消毒、摩擦、湿度などの外因性と呼ばれるものです。この2つの原因によって手の皮脂が除去され、そこに外からの刺激が加わることで手荒れが起こります。介護職の業務にはこのような皮脂を除去してしまう業務がたくさんあります。例えば入浴介助、洗髪、おむつ交換、シーツ交換、着替え介助などです。また職業柄、感染症対策として洗浄剤を使った手洗いやアルコール、備品の殺菌用の薬剤などに触れることがあるかと思います。そういったものでも手へのダメージは非常に大きなものになります。このように見てみると、介護職の方の多くが手荒れを経験しているのも納得という感じです。手荒れが起きて困ってしまうこととしては、黄球ブドウ球菌などのばい菌がつきやすくなる、乾燥した皮膚が剥がれ落ちる、 B 型肝炎などの感染リスクが上がる、シンプルに痛いということがあります。痛さから丁寧に手洗いができなくなるということも可能性としてはありますから、しっかり治療予防をしたいものです。そんな手荒れですが、どのようにすれば治すことができるのでしょうか。もちろん悪化をしていたりするのなら、早めに病院に行って治療してもらいましょう。あまり放置をしていると治りにくくなったり、さらに悪化をしたりという可能性もあります。皮膚科に通って治していきましょう。今回はそこまでひどくなっていない手荒れの対処方法をご紹介していきます。手荒れを起こす原因をなくしていくことで自然に治癒することを期待します。では手荒れの具体的な原因を見て、その対策を解説していきます。1つ目は手洗いです。手洗い自体は大切なことですが、刺激になっていることもあります。例えば手洗い時にゴシゴシこすりすぎない、洗浄液はしっかり落とす、30度以上のお湯を避ける、手を拭くときは強くこすらない、といったことがあります。お湯を使わないことは分かっている人も多いかと思いますが、それ以外はできていなかったという人もいるのではないでしょうか。2つ目はストレスです。実はストレスによって自律神経が乱れてしまい、その結果として手が荒れるというケースもあるそうです。体、心を休めることも大切なことになります。3つ目はアレルギーです。意外と見落としがちですが、ゴムアレルギー、金属アレルギーなどによって手が荒れてしまうこともあります。そういったアレルギーがある人は日々の生活を見直して、不用意に触ってしまっていないか確認をしましょう。4つ目はお風呂介助です。先ほどの手洗いと同じようなことですが、お風呂介助によって乾燥が進んでしまうということがあります。なかなかお湯の温度を下げることは難しいですから、手袋をしてお湯に触れることを避けるということが最善です。なかなか難しいという人もいるかと思いますが、最低限お風呂の後のハンドクリームは忘れないようにしましょう。今回は介護職の手荒れの対策方法はというのをご紹介しました。手荒れはある意味職業病というほど多くの人がなってしまうことです。しっかり治療予防をしていきましょう。またご自身はこんなことをしているなどありましたら、ぜひその工夫を教えてください。何か個別のご質問ありましたら、ケア協の LINE でも受け付けています。お気軽にお問い合わせください。またケア協では様々なキャンペーンも実施をしています。概要欄をご確認ください。この動画少しでも役立ったと思っていただけたら、ぜひいいねボタン、チャンネル登録、ベルマークのクリックをお願いいたします。それではまた次の動画で。さよなら。